さい。チャンプルーです。雨がちょっとねばらついたりしてまして、ありがとうございます。ですね、今は日本時間で7月の4日、日本は水曜日ですよね。おはようございます。皆さんも朝ですね。コケコッコ朝ですよっていうやつですね。アメリカではココロコって鳴くらしいんですよね。鳥も英語使うんですかね。ちょっと話がずれちゃいましたけど、今日本は7時16分です。ここカリフォルニアは、まだ火曜日で、日本の方が16時間早いんで、午後3時、今17分になったところですね。皆さんコメント本当どうもありがとうございます。今日どうせね雨も降ってますし、やることないんで、また何か他にリクエストとかあれば、なんかね、近かったり都合が良かったりすると、調べに行くことができたりするかもしれないですね。ですね、ちょっとコメントが今来ましたね。リクエストに答えてくださってありがとうございますっていう、とんでもないです。こちらこそコメントいただきましてありがとうございます。ねえ、まあね、ニューヨークの報道に比べるとちょっと落ち着いてるような感じだっていうことですね。ありがとうございます。ね、貴重な情報ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございますね。拡散が必要ですね。そうですね、ありがとうございます。ね、新しくチャンネル登録されてる方もありがとうございます。結構ねコメントが来てますね。なんか嬉しい悲鳴って感じですね。ありがたいですね。チャンプルーさんありがとうございます。あなたの声と景色の映像に癒されます。本当ですか。メイクマイデーですね。Thank you ございます。ありがとうございます。ご自身 の健康にもご注意くださいっていうことですかね。ありがとうございます。私の兄貴からちょっと来てますね。GTR 乗ってるかっこいい兄貴なんですけど、ピザの15分も17分も、君には時がいっぱいあるんだから関係ないやろみたいな感じですね。ありがとうございます。なんか顔が赤くなっちゃいましたね。あらら、ね、これは先ほどのコメントで、公園ね、ダウンタウン映してる時に公園の名前が出てこなかったんですけど、バルボバパークやろ忘れたんかい。さすがです、ありがとうございます。やっぱ天才ですね兄貴は。いやー、 GTR もかっこいいしね、兄貴もちょっとかっこいいしだな。コメントが面白いですね。ガラスが笑ってる。足りない言葉はティントやろうということですね。ありがとうございます。さすがです。豚汁には新菊や酒粕を入れれって言うたやろ。失礼しました。ほんまにそうですね。酒粕入れたことないんすけどね。どこで酒粕、兄貴手に入れられるんですか。これわかんないですね。ちょっとスーパーで聞いてみましょうかな。皆さん豚汁とかそういうなのに酒粕入れてやっぱやってますでしょうか。確か GTR の兄貴はどこでしたっけ、山口県でしたっけ、出身が。
まあね、地方によっていろいろ料理も違いますけど、でも試したいですね。美味しそうですもんね。ほんと。ね。まあそんなところですかね。あ、これにここにもありますね。外出制限されてるから警察が多いのではないですか。まさにその通りですね。あの海のところとか、あの人が集まりそうなところ行くと、海のところなんか本当30分に1回ぐらいパトカーとか、白バイとかね、本当おまわりさんが多いような気がしますね。それは本当あの多くなりましたって感じがします。よく見かけますね、おまわりさん。あと、うん、ね、普通のことじゃない。そうですね。まあね、いろんなコメントをいただいてます。まあそんな感じですかね。本当コメントありがとうございました。実はですね、先ほどあのまたスーパー行ってきたんですけど、まあ、2、3日とか1週間に、ね、いっぺんこの冷凍のサバをあの食べるんですね。でもなんかこうね、いろいろ2週間分ぐらい買っておけよみたいな感じで、こうテレビやらなんやらかんやらみんなが騒いでるんで冷蔵庫の中調べたらあと2つもあるのに、また買ってきちゃったっていう感じですね。皆さんもね、買いすぎまあね、でも分かんないですからね。備えあれば憂いなしっていうことなんで。あとこれあのポパイですね、ほうれん草。あと新菊。あとこうあの最近よく食べるようになったハラピニョンですね。まあ値段安いっすよね。これなんか1ドル6セントですね。これも1ドルぐらいかな。多分これも1ドルぐらいのもんですね。あと4本入ってますけど、4本でも人参っていうやつですね。まあ今日買い物したのはこんな感じですね。まあちょっとサバは買いすぎちゃってるって感じが私にはしてるってところですね。皆さんどうもご視聴いただいてありがとうございます。ということで、またやーさい、チャンプルーでした。コメントありがとうございます。登録ありがとうございます。一平二平レベルピュー。